答えが見つかる子育てのヒント。こんにちは、スタジオアペルシーニの子育て悩み応援相談員の阿部です。今回のテーマはですね、我慢教育の続きですね。なぜ我慢、いつ我慢なのかっていうのを教えるコツです。我慢教育がなぜ必要かっていうと、世の中で生きていくため、その、生き抜くため、社会の中に出て、その子が、うまく順応するために必要なわけですよね。っていうことはですよ、すべて一本上司の我慢を強いたりとか、例えばですけど、今日遊園地連れてってよって言った時に、いや、今日は遊園地お休みなのよ、なんていうような嘘をつくっていうのは本末転倒になるわけですよね。その我慢っていうのは、親の都合の、都合による我慢を強いてるだけなんです。実はこれは NG。じゃあどこを教えなきゃいけないかっていうと、なぜ我慢なのか、いつ我慢なのかってことだと思います。ですからそこでぜひ、使ってほしいのはですね、時と場所、そしてルールっていうのを親御さんの中でしっかり決めていただいて教えることですよね。電車の中で子供っていきなり大きい、もう悲鳴に近いような大きい声をキャーって出すことがあると思うんですけど、電車の中は人の迷惑になる。公園だったら OK。こういうような場所をわきまえるような教え方だったりとか、朝うるさくしてて、朝まだみんなが静かな時にうるさくしたら、今はまだ朝寝てる時間だよね、みんなが起きてからやろうだったりとか、ルールだったら壁に落書きするのはみんなに迷惑がかかる、良くないことだ。でも画用紙に書くのは何とかちゃんの絵を上手に描いてるところを見たいから紙に書いてねっていうような言い方です。で、このルールのところでやっぱり僕がよく言うんですけど、やっぱり意地悪だったり、それがわがままだっていうことを子供に分からせれば、子供もですね、理論が分かんなくてもそういうもんだっていうことを小さい頃から教えていけば大丈夫です。だからこそ親御様がこのルールの作り方間違えたりとか、時場所を曖昧な線引き、今は良くて、あれ昨日はいいって言ったのに今日はなんかダメって言われたなってなってしまうと子供は混乱してしまいます。だから親御さんがしっかりとした線を引いてあげることが大事ですね。ここも多分旦那様というかご主人様としっかり話していただくことが必要だと思います。本日の子育てのヒントでした。ありがとうございました。メルマガ好評配信中。あなたの知りたいがきっとそこにはあります。メルマガのみのご希望の方は LINE ID を検索してください。即聴音声もご希望の方はメルマガ登録へどうぞ。